はい、皆さんどうも、てがちです。今回ですね、というよりかは今回もですけれども、闘技場観戦していきたいかなというふうに思っております。で、まあ最初ですね、闘技場観戦、始めた当初ですけれども、まあこれで投稿頻度上がれば、みたいなことを言ってたんですけれども、まあ案の定ですね、全然投稿頻度上がらないというところで、まあ本当に申し訳なく思っているんですけれども、やっぱどうしてもですね、やっぱり、まあ、ネタがないというところで、で、パーティーの方もいろいろ組めるだろうなと思ったんですけれども、やっぱりちょっと難しいところがあるというところで、まあそうですね、やはり、イベントとか、そういうのが来てくれないとどうしても投稿頻度上げるっていうのは難しくなってきてしまうかなというところでございます。はい。まあなので、ちょっと許していただきたいなというところですね。はい。で、まあ今回闘技場観戦していくというところなんですけれども、まあ今回使っていくパーティーですね、まあ最近というかもう本当昨日だか一昨日だかぐらいなんですけれども、まあ何ヶ月かに一回、ふと、考えてしまう、今突然対人戦に来た時に、どうなるんだろうっていうふうに考えてみて、ちょっとパーティー組んでみたんですよね。対人専用の。まあ、8体編成の、コスト400っていうところで、ちょっとパーティー組んでみたんですけれども、このパーティーになるかなっていうふうに、個人的に思ったんですよね。でも、雷エルミナ、水着カレン、少女リゼット、アーニャ、流動ミーラ、花嫁流動、土レイ、あとは、最後ロロティアというところで、で、まあ、土霊のところだけ、ちょっと、迷い中っていうか、まあ、未亡年にしようかな、とかいろいろ考えてるんですけれども、まあ、先発メンバーですね、大事なのが、特にこの3体、雷エルミナ、水着カレン、小鳥 Z、多分この3体の組み合わせが、まあ、対人戦において、まあ、個人的にですね、どの相手にも対応できるんじゃないかっていう風に、今のところ考えているというところでございます。で、まあ、少女リゼットいるおかげで、白雪姫止められるんで、先発にアニャも置けるというところで、やっぱこのパーティーが、個人的に、まあ、今もし対人戦始まるとしたらですね、まあ、自分で一番使いやすいんじゃないかと思える、パーティーになっております。まあ、少女リゼットのところはもし育成間に合わなかったら白雪姫にしようかなとか、まあ、いろいろ考えてはいるんですけれども、で、まあ、この3体をですね、まあ、先発に使いたいというところで、まあ、今回騎士団の方でですね、この先発3体を組んで、組んでというか、先発3体を使ってちょっとパーティーを組んでみました。まあ、こんな感じですね。まあ、水着カレン、雷エルミナ、少女リゼット。で、まあ、対人戦考慮する場合は、まあ、自分でですね、少女リゼットのスタンフラッシュを確実に使うことができるんで、まあ、アーニャ使えたんですけれども、相手にですね、白雪姫と、闇ジャンヌ、が並んでしまうと、相手の闇ジャンヌに先手取られてランダムポイズンされた場合に、クリアチャージをしてしまうというところで、まあ、AI 戦に関してはやっぱりリドミラ、花嫁リドミラを先発にどうしても置かないと、相手の白雪姫を止められなくなるというところで、まあ、仕方なくリドミラを配置しております。で、まあ、小手の動きになりますけれども、まあ、自分が理想とする動きとしては、少女リゼットで、まあ、スタンフラッシュですね。スタンフラッシュを白雪姫ら辺に、してもらいたいというところで。で、その後に、カレンで、インポスターサモン、で、相手のブロッカーを排除したところで、エルミナで相手を攻撃していくという、パーティーになってるんですけれども、まあ、エルミナの武器、ちょっとリュミエルランス使ってるんですけど、まあ、これ本当に武器めちゃくちゃ迷ってて、まあ、マートがいいかなとか、まあ、海王だっけ、怪人、本当はこっちを使いたいんですけど、まあ、レベル181でまだちょっと育ってないんで、後ろのアンタレスに持たせてるっていう感じなんですけど、まあ、多分雷エルミナをオートで AI 戦で使うんだったら、この怪人の槍を使った方がいいかなというところでございます。はい。で、多分先発でエルミノ君だったら、まあ、あとなんですよね、きっと。というよりかは、これ何戦か今、動き見て、
相手の羽見るドミラをですね、あとちょっとのところで倒せないっていうのが、本当に多かったんで、多分まあ、あとが一番合ってるかなというふうに思います。まあでも自分がですね、まああと全然育ててないというところで、まあ、やっぱどうしても槍運用になるかなっていうのと、まあもし、まあ対人戦を考慮するとしたら、自分雷エルミナ使うとしたら槍も足せようと思ってるんで、まあその辺の折り合いを兼ねてですね、まあ今回槍でいいかなというところで、とにかくもう選択肢が今槍しかないかなという感じになっております。はい、で、少女リゼットですけれども、武器見てもらうと分かる通り、マジで適した武器が何も育ってないです。はい。まあ、まあ、ここも対人戦想定すれば、槍持たせればいいだけの話なんで、全然いいんですけれども、今の騎士団20体分の武器ってなると全然揃ってなくて、もう本当にルウィングしか選択肢なかったです。しかも120レベルっていう。はい。まあ、というところで、まあ、少女リゼットがですね、やっぱどうしてもキャラと、武器ともに全然育ってないんですけれども、まあ、そこそこ戦えたというところで、まあ、今回このパーティー力をちょっと紹介していきたいかなというふうに思っております。はい、でまあ2番手以降ですね、ミボネ、土浦派で、その後に白雪闇ジャンルというところで、でまあこのパーティーに関してですけれども、まあ一応ですね、まあ自分ちょっとめんどくさがりなんで、まあ、闘技場プラスでプラス、あの何ていうんですか、あの本気で闘技場のパーティー組んだ時って、自分あのパーティーの変更しないんで、王と天下でも多少戦えるパーティー編成に、毎回してるようにしてるんですけれども、まあ、なので 第2部隊の一番最後にアルテミアを置いたり、第3部隊の最後にロロティアがいたりという感じで、まあ一応ちょっと何ていうんですか、王と天下でも戦える闘技場のパーティーっていうのを目指して作ってるんで、まあ、本格的に何て言うんですかね、闘技場用のパーティーで作るんだとしたら、多分アルテミアがここじゃなかったりっていうパターンはいろいろあるかなというふうに思います。はい、でまあその辺を考慮してもらいたいんですけれども、まあ第2部隊ですね、土浦派の後に白雪闇ジャンル出てくるんですけれども、まあ、この辺からちょっと本気の火力系っていう感じになってきますかね。まず第一部隊の自分が考えた先発メンバーに関しては、まあ、なんだろうな、まあ、一応雷エルミナで攻めていくっていう、考えではあるんですけれども、やっぱどうしても単体攻撃っていうのと、まあまだちょっと育ちきってないっていうのがあるんで、まあ、多少の火力不足があるんで、まあ、なんて言うんですかね、やっぱ雷、水着カレンとかで相手の妨害をしていくっていう形になるんですよね、序盤がやっぱり。で、まあ、それで、まあ、なんとか相手の、まあ、ブロッカーらへんギリギリ取りたいんですよね。まあ、主要3体ぐらい、主要2体かな、光リドだったり、花見リドだったりをうまく取れてから、白雪と、闇ジャンヌで、攻めていくっていう形になるパーティーになってます。で、まあ、その後、未来、アンタレス、アーニャという感じで、まあ、これ、いつも通りのシナジーになるんですけれども、まあ、戦闘進んでいくと、おそらく生き残るのが、雷エルミナと闇ジャンヌというところで、そこで、あと、未来とアンタレスが出てきてくれるという形で、いつも通りのシナジーになってます。で、ちなみに、何戦か回してみた感想なんですけど、少女リゼット意外と盤持ちしますね。はい。やっぱアーマーつけたりとかできるんで、まあ、そこそこ残ったイメージです。はい。で、あと、意外とですけど、まあ、ドレイン系、チャージドレインだっけ、持ってるんで、まあ、そこそこ、やっぱり、うん、キャラとしてちょっと完成されてるっていうところはありますね。はい。まあ、今まで全く使ってこなかったキャラでもあるんですけど、はい。で、まあ、というところで、進んできて、まあ、ジャンヌ、ロロティア。で、まあ、ここもですね、本来だったらロロティア前に置いたりとかしたいんですけど、まあ、天下とかオートとか考慮していくと、まあ、ロロティアは第5部隊に、第5部隊じゃねえ、部隊の一番最後に置くのが絶対いいんで、この形になってしまってます。はい。で、最後、第4部隊ですね。もう、とりあえず、もう、戦力高いキャラひたすら並べたっていうだけの、パーティーになってます。まあ意外とこういうのが強かったりするかもしれないんですけどね。はい。
なんやかんや、なんやかんやこういうパーティーが強かったりするんで、まあ、きっと強いですね。はい。まあでもパーティー見ても、もうボイドにクラリスが組み込まれてるっていう謎パーティーでもあるんですけれども、まあここは闘技場用だと考えてください。はい。まあというところでですね、まあこれから一戦だけちょっとお見せしようかなと思うんですけれども、まあなかなかに、この、まあ第一部隊の先発メンバーに関しては、まあオートで、使ったとしても多少は動けるかなっていうパーティーなので、まあ相手次第ですね、本当に相手に闇ジャンヌがいた時に、少女リゼットがクリアチャージしてしまうので、まあそこで大きく動き方も変わってくるんですけれども、まあやっぱり雷エルミナが、非常に強いというところで、その辺を見ていただければいいかなというふうに思っております。はい。それではですね、戦闘の方見ていきましょう。はい、ということで始まりました。で今回はですね、王者の闘技場の、まあ、自分が攻められた形になるんですけれども、まあ、ちょっと面白い試合が取れたかなと思ったんで、そちらを見ていただきたいかなと思います。でお相手のパーティーですけれども、やっぱり白雪と雷じゃないや闇ジャンヌが先発にいるっていう、やっぱ最近はこの形というよりかはもう白雪か闇ジャンヌは絶対どっちか先発にいるっていうふうに考えておいた方がいいですね。はい。もうそれぐらいに、採用率が高いキャラかなっていうふうに思います。はい。で、今回のお相手でちょっと珍しいと思ったのが、未来がかなり強いんですよね。というか未来の育成がかなり進んでるというところで、まあ、これに関しては自分はあまり、なんだろう、当たったことがなかったんで、まあ、ちょっと珍しいと思いましたね。はい。で、まあちょっと戦闘の方が進んでいってるんですけれども、どうなってるか、ちょっと押され気味ですかね。はい。ガンガン攻められてますね。で、まあ、少女リゼットに関しても、まあ、相手に、やっぱ、闇ジャンヌがいると、まあ、ランダムスタンの毒を消しに行っちゃうんで仕方ないんですけれども、やっぱりあれなんですよね。初手で、やっぱスタンフラッシュを使ってほしいっていう、まあ、希望があるんですよね。で、さっき、雷エルミナの攻撃で花嫁リドミラの体力ほんのちょっと残ってたんですけれども、まあ、さっきの説明の時に言ったんですけど、ここが、マートだったら多分倒せるんですよね。はい。もうそこを考えると本当に武器に関してはやっぱ変えたいかなっていうところありますよね。まあこれ言ってもしょうがないんであれなんですけれども、はい。さてここです。ここで白雪と闇ジャンヌ同時に落ちるっていう結構悲劇が起きてしまったというところで、まあ、やっぱ強いですよね。強いというか、まあ、辛い。はい。でもやっぱり、あと雷エルミナですけれども、まあ今何回か、サバイブスタンスキン食らっちゃったんですけれども、やっぱステルスブラストで、相手のアンタレスを攻めることができれば、まあ多少止めることができるというところで、まあ、やっぱ強いですね。はい。で、まあ、戦闘面戻りますけれども、ステルスインパクトで、相手の闇ジャンヌを取るという、まあ、ここもちょっとメタですよね。はい。で、もう闇ジャンヌ、2回目倒されましたね。はい。結構前の話になっちゃうんですけど。で、まあ、なんとか打点転生したけどどうかというところで、ここで2回目の打点転生をすることができました。まあ、これ非常に大きかったですね。はい。でステルスインパクトもやっぱ相手の雷エルミナも、スタンスキン持ってるんでやっぱ対象になりやすいですね。あで一応、雷エルミナの、スタンブラストはなんかそういうスタン系だったりリベンジ系だったりっていう時に、ヘイトが向きやすいというところで、やっぱそういうのを含めても今の環境で、まあ、大暴れしてるキャラたちに対するメタになるかなっていう。はい。で、まぁ、ちょっと戦闘進んできておりますけれども、まぁ、今のところ、こっちが後ろ9体、相手残り13体ってところで、まぁ、ちょっと押されてますかね。まぁ、ちょっと押されてはいるんですけれども、まぁ、無限ループになりかねない、アンタレスだったり、闇ジャンヌだったりはもうこっち突破してるんで、まぁ、そこはまぁ、
ったこっちが優勢ってわけでもないですけど、まあ、こっちまだ雷ルミナーも生き残ってて、相手の雷ルミナーも取れてるというところで、まあ多分そこら辺で考えるとまだ互角かなっていうところかなと思います。で、ちょっと積みが悪くなったかな。で、相手ダークカレンいますね。まあ珍しい形かなというふうに思うんですけれども、ダークカレンもまあなんだろうな、多分普通にステータス高いダークカレンはめちゃくちゃ強いと思います。はい。あ、で、あとクリスマスリゼットもいますね。クリスマスリゼットに関してもまあそこまで見ないキャラかな。どうだろう、まあ自分はあまり見た記憶がないですかね。はい。で、後ろにリュドミラがいるっていうのもなんかやらしいですね、この感じ。はい。で、どうなってくるか。6対8。まだちょっと押されてるか。まあ、でもさっきも言ったんですけど、こっちまだジャンヌも雷ルミナも健在というところで、あっとここで雷ルミナが落ちて、後ろにもモリーが見えてるというところで、ちょっとピンチかもしれないですね。はい。で、相手がっつり毒かと思ったら今度スリープというところで、後ろにあれ水切りゼット見えてますね。はい。あーっとこれはクラリスも回復して、サバプロがあまり意味がない。で、ここのポイズンドレインも回復して意味がない。しっかりしてくれ AI もう。はい。あー、で、水着クラリスいますね。水着クラリスも、まあ、なんていうんですかね、自分が実装した直後はあんまりなんていうんですか、強い感じしなかったんですけど、やっぱいざ相手にしてみるとめちゃくちゃ強いっていうか、めちゃくちゃ厄介。はい。このモリー出てくるのがもうかなりきついっていうか、めんどくさいですよね。もう実質ブロッカー増えていくようなもんですよね。はい。というところでちょっとピンチな感じはするんですけれども、まあここでうまくカレンを取ってからが進まないかな。これ響きで1回取れる。後ろにモリー、モリモリだな、本当に。まあそんなギャグで言ったつもりないんですけど、本当にモリーモリモリだわ。あ、バニッシュ。ここでバニッシュで使えたのかなりでかい。で、まあ、なんとか水着クラリス取れれば、もう勝ちが見えてくるかな。というよりか、もう3体か。あ、これで勝ち決まりましたかね、多分。はい。というところで、まだか。まあ、この響きで終わりですかね。はい。まあ、ということで、まあ、お互いに控えゼロだったんで、まあ、かなり面白い試合だったんじゃないかなっていうふうに思います。あ、こっちじゃないな。まあ、というよりかはですね、まあ、相手が結構、まあ、なんていうんですか、珍しいっていうわけではないですけれども、ね、あんまり皆さんが使わないキャラを結構採用してたというよりかは、自分がですね、あんまり使わないキャラを相手が使ってきたというところで、普通に見応えがあったかなっていうふうに思います。で、まあ自分に関しても、まあ、今回のパーティーで言うと、もう、最近の、なんていうんですか、最近の皆さんのパーティー見てみると、やっぱり、白雪姫だったり闇ジャンヌだったりが必ず先発にいるという中で、まあ、自分は今回、まあ、どっちもいないというところで、まあ、ちょっとなんていうんですか、普通の人とは一味違った感じのパーティーを使ったというところで、まあ、普通に面白い試合だったんじゃないかなっていうふうに思いますかね。はい。まあ今普通に白雪と闇ジャンヌが先発にいるパーティーが当たり前って言ってたんですけれども、まあ自分も普通に使ってるんでね。はい。まあこれは完全にブーメラン発言だったんですけれども、まあそうですね。まあそういう環境になってきてるんで、まあ自分はどちらかというとこのパーティーを、次からというか今度からですね、メインで使っていこうかなというふうに思ってはいるんですけれども、まあ、やっぱどうしても少女リゼットが全然育ってないんで、やっぱそこが育ってからですね。はい。まあ、というところで。まあ、どうだったでしょうかね。まあ、普通に面白かったんじゃないかなっていうふうに、個人的には思います。
で、まあ、なんだろう、話すこともなくなってきたな。はい。で、まあ、そうですね。少女リゼットですけれども、まあなんかあんまり使ってる人は見ないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、やっぱめちゃくちゃ強いかなと思います。強いというよりかは、なんて言えばいいんですかね。まあ、白雪とか闇ジャンヌみたいな派手さはないんですけど、なんか、すごい縁の下の力持ちっていうような感じがしますね。はい。多分、なんだろう。本当に思って、手だった活躍はしないんですけど、いたらいたでめちゃくちゃパーティーが安定するっていう感じのキャラかなというふうに、個人的に思いますね。はい。まあ、なので、やっぱ対人戦で自分が使うってなったら、多分白雪じゃねえや、少女リゼットは外せないかなっていうところなのと、まあ、雷エルミナに関しても、まあ、簡単に火力出せますしね。はい。まあ、なので、この辺、やっぱ強いんじゃないかなって思ってます。で、ちなみに水着カレンはもう、個人的に外すっていう選択肢ないんで、もう対人最強は水着カレンだってもう自分は思ってるんで、まあ、その辺にちょっと、なんていうんですか、やっぱり、汎用キャラってわけじゃないですけれども、まあ、うん、どの相手にも対応できるキャラを並べるっていうのはやっぱりいいんじゃないかなっていうふうに思いましたかね。はい。まあ、こんなところで、まあ、今回はちょっと対人戦っていう感じで、まあ、いつ実装されるかわからないことをペラペラと言ってても、しょうがなかったんですけれども、まあ何ヶ月かに1回1ヶ月ぐらいに1回、まあ、こんな感じでちょっと対人戦やっぱりやりたいんで、まあ、こんな話をしちゃうこともあるんですけれども、まあ、今後もですね、その辺は多めに見ていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい。まあ、というところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。